はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。先日紹介しましたマクドナルドのハッピーセットにトーマスがついてくれたやつですね。それの後半ですね、後半の7、8、9番のやつでね、こちらですね。で7番のトーマスでしょ、で8番のゴードン、9番のジェームスですね。トーマスのミニペンケース、あ、そうだね、トーマスのミニペンケース、ゴードンのレールジョージ、そうだ、レールジョージ、ジェームスのミニ鉛筆とクリップ、はい、以上の3つね、うん、では早速開けていきましょうか、うんうん、ちょっとね今回も大きいよね、うん、ゴードンとかジェームスとかでかいです、うん、はい、楽しみだね、うん、はい、はい、それでは開けていきましょうか。パパが7番のトーマス開けるね、エジ君8番のゴードンお願いします。はい、はい、いきます。では開けていきましょう、せーの、はい、おー、やっぱゴードンでかいね。ゴードンでかい。あ、でも後ろに何かを引いてるってわけじゃないんだね。うん、うん、トーマスはこちら、トーマスは後ろに客車を引いております。アニーか比べるかはわからないかな、うん、それとこちらジェームスですね。ジェームスも開けるよ。おー、ジェームスほら見て、ジェームスいいね、いいじゃん、うん、後ろに木材積んでる、木材、あと鉛筆がついてた。この鉛筆は木材、これペッサンとかも書いてあるね。そうだね、あ、面白そう。ミニ鉛筆って書いてあったからね。これが鉛筆だ、これこう入る感じか。あー、なるほどね、いいじゃん、これ積んでる感じになるんだ、うん、じゃあね、ちょっとステッカー貼っていきましょうか。うん、はい、ということでステッカー貼り終わりましたね、うん、こちらが7番のトーマスだね、うん、ミニペンケースだね、うん、どこがミニペンケースかっていうと、これ外してここなんだね、うん、ここにペンを入れられると、うん、どんな感じかな、こんな感じ、うん、いいじゃん、そうだね、意外と倒れないかな、重いのやるとちょっと倒れちゃいそうだけど、うん、まあこれでも こうつけばよかったね。トーマスの方も空洞になってるので、ちっちゃい鉛筆があればこれ入れられそうだね。ジェームズの鉛筆ちょっと入れてみようか。あ、これでもいいんだよ。あ、入らない。あ、これじゃ入らないわ。どうして？残念。あー、ほんとだ、うん、もうちょっと短いペンじゃないと入んないかな、うん、はい、そしてこちらが8番のゴードンのレール定規だね、うん、ゴードンの下にねレールが敷いてあって、これが外れるようになってます、うん、ここをですね開くと定規になると、うん、でちゃんとね1センチ、2センチ、3センチってメモリが切られてて、20センチ定規になってます。なのでちゃんと使えますね、これ。でこんな風に線が引けるね。すごいね。そうそう、こんな感じで線が引けます。ちゃんと直線が引けるのでね。はい、そしてこちらが最後のジェームス、ミニ鉛筆とクリップだね、はい、はい。後ろの貨車の部分、材木がいっぱい乗っかってる一番上がミニ鉛筆になってます。この鉛筆が刺さるギミックはいいね、うん、うん、これいいよ、うん、他の鉛筆も刺せるんじゃない。そうだね、丸い鉛筆だったら刺せそうだね、うん、ちなみに鉛筆はですね青だね、うん、青色でございます、うん、そしてこれがしまえるでしょ、うん、でクリップはどこにあるのかっていうと、これ裏返しすると下に入ってますね、うん、これを引っこ抜くと、はい、星型のクリップと、あともう一つこれが一応トーマスの形をしたレリーフ、あ、見えるかな、見えないかな、こんな感じでございます。トーマスの形をしたこのクリップ、あと星の形をしたクリップだね。紙なんかをこうやって留めるわけですね。そうだね、うん、こんな感じです。はい、ということで今回のハッピーセット全部揃いましたね。なかなかいい出来だったね。顔もねそれぞれ似てるし、今回のゴードンとジェームスも顔ちゃんと似てるんだよね、うん、CG 版の顔になってて似てますよね、うんうん、いい感じでした、うん、もうこの 1,2,3 番の方は今手に入らないかもしれないけど、うん、もしかしたらこの 7,8,9 がねなくなっちゃった後に、これ在庫残ってればこっち出してくれる可能性もあるからね、うん、諦めずに店員さんに聞いてみてください、うん、はい。いや、トーマス、パーシー、我が友よ。調子はどうだい？元気だよ。僕も元気だよ。いや、みんなお揃いだね。今日はさ、みんなに知ってほしいことがあるんだ。僕のこのピカピカボディが急行列車が通ります。なんだよ。え？なんて言ったの？だからさ、僕のピッカピカのボディが急行列車が通ります。なんだよ。何言ってんのかな。というかジェームス、体がすっごい汚れちゃってるよ。全く情けないな、ジェームス。じゃあ僕は行くよ。二人も行こうか、トーマス。そうだね、パーティー。
はい、ということで今回はマクドナルドのハッピージェットの負け、機関車トーマスでした。おー、今回負けた。